きます。はい、いただきます。外国人観光客の皆さんがね、そうですね、これおそらくたくさん来ると思うな。はい、こういうところに意外と外国人喜ぶんですよ。うん、たくさんの子供さんから大人まで参加できるというようなテーマから始まりました。それ一体なさっていいですか。落語の会とかカラオケとか健康体操とか顔を知っていただける機会を作っていきたいなと思ってます。前の石巻よりも住みやすいよねって、なんかそういう雰囲気の街になればいいなって思ってます。ブログに参上化して生産者の手取りも増えていく。日本一高いんです。あ、すごい、素晴らしい。新しいやり方で漁業を守り、資源を守り、美味しいあと牡蠣を作ると、で地方創生、そういうふうなことにね、やっぱりこの挑戦していきたい。東北でエレキギターを量産するのは初めて。若い人たちが店をこの辺にも出した方も多いので、好きでずっと長野にいてもらえるように拠点となればいいなと思ってます。長野の夢であった模型の姿がですね、だんだん形になりつつある。そしてまた東京や都市部からも若い人たちがやってきて、自分たちの考えや力を生かしたい、そういう動きも出てきている。大変心強く思いました。